ボルクの電気鉄道は、イギリスの沿岸の保養地であるブライトンの海岸に沿って運行されている狂気鉄道で現存する最古の電気鉄道である。マグヌス・ボルクによって建設され1883年8月に最初の区間が完成した。ベルナー・フォン・ジーメンスの1879年のベルリンでの展示運転や1881年に開業した。 グロースリヒターフェルデ電気軌道よりは新しいが、双方とも現在は運行されていない。歴史的な観光施設として運行され、冬季運休、天候や整備によって運行を中止する。現在の運行情報は鉄道事務所で入手できる。路線は現在水族館とブラックロックの間で運行されており、中間にパストンパレス駅がある。 路線の期間は32.5インチで直流110ボルトで第3基上から終電し、路線長は1.25マイル以下である。1883年にマグヌス・ボルクは短距離の期間2フィートのスイミングアーチからブライトン水族館の間の路線長14マイルだけで、夏の間の一時的なアトラクションとして運行された。 機関は2フィート4インチ機関で、電力は50ボルト直流で2本の走行用レールから終電していた。1884年、路線は、チェーン桟橋からパストン宮殿まで1、2マイル延伸され、2フィート812に改めきされた。電力供給は直流160ボルトに昇圧され、発電所がパストン宮殿の崖面に設置された。 1886年に送電損失を避けるために偏った第三機場が付設された。電圧は1980年代に現在の1 1 0トに下げられた。1896年にはボルクによって珍しいブライトンロッティングリーン電気鉄道が建設された。これは不成功でボルクの電気鉄道が1901年にパストン、プレイスから ブラックロックまで延伸された時に廃止された。パストンパレスは同様にボルクの飛行艇の拠点でもありボルクの息子であるジョージ・ハーバード・ボルクによって使用された。1930年に路線はパレス・サンバシから現在の今なおアクアリウムとして知られる終点まで200ヤード短縮され、1935年にはブラックロックにリト水泳プールが建設され、 対応するために約200ヤード短縮された。1937年には新たなブラックロックの終点の駅が開業された。1940年4月にブライトンホブが路線を経営した。わずか4ヶ月後、第二次世界大戦の防衛により路線は閉鎖され、1947年に50ボンドヤードレールを運行路線に再付設して、 絶縁体上に25ポンド、ヤードレールを第三機上に再付設した。ブラックロックの新駅が建設され、1937年製の建築は戦時中に傷んでいたので交換された。路線は1948年に再開業した。1980年のブラックロックの終点1954年から冬季運休となったが、1980年は、 パレスサン橋付近に座礁した貨物船ラナビーの見物客を当て込んで一時的に陶器の運行が再開された。二両編成による運行が1964年から始まった。近年はパッケージツアーのために訪問者数が減少している。1995年に路線の保存を支援するためにボルクの電気鉄道協会が設立された。2003年に ボルクの鉄道は科学技術研究所が教育と科学的な見地からビクトリア時代の鉄道を学校と専門に関心を持つグループ B に宣伝した。1990年代末にブラックロック終点は一時的にマリーナ地区での遊水地建設のために211フィート短縮された。駅名は変更されていない。1948年建設の旧駅舎は取り壊され、 1998年に新設された南ポンプ場の建物を共有する新しいプラットフォームに変えられた。2014年に鉄道はロトリー遺産財団から160万ポンドポンドの資金を得たと発表した。この基金での作業はビジターセンターと券売所を水族館駅に設置したり、路線の中間にギャラリーを開設したり4、6、 重号車の修復等に充当される予定である。最高速度は遅いため実質的には路面電車として運行されている。中間駅に基地外線があり、通常は2列車で端から端まで運行され、中間駅ですれ違う。単線区間では1列車のみが基本であるが、多客時には2列車が単線上を常に、他の列車のすぐ後に1区間1列車で運行される。 複数の車両が運行される。ありがとうございます。